はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソメッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、皆さんはゼロ式魔導粉砕機というこのカードをご存知でしょうか。まあ、ご存知の方もね多いかなと思うんですが、まあ、非常に古のカードでございましてですね、効果なんですけども、手札の魔法カードを1枚押してると、相手のライフに500ポイントダメージを与えるというね、効果になっていまして、まあ、現代遊戯王ではこれさすがに使えねえだろうなっていうカードなんですけども、逆に言うとですね、現代遊戯王で使えるようになったカードでもあるんですよね。これなんでかっていうですね、まあ、手札の魔法カードを1枚捨てるってことは、まあ、一応ワンキルするためには16枚の魔法カードを捨てなければならないと、まあ、16枚手札に魔法カードあるデッキってなんだよってなるじゃないですか。まあ結構有名なところで言うと、ウィッチクラフトとかは魔法カードがその手札に返ってくるから、まあゼロ式魔導粉砕機と合わせてそのメツガキ粉砕機っていうデッキでね、使われてたりとかいうのはあるんですけども、僕もデッキ組んだことありますけども、今日ですね、最強ムーブをお見せしたいなと思ってまして、これ何と相性がいいかっていうと、結局捨てたカードを回収できるギミックと相性がいいんですよ。はい、ちょっと皆さんはねご存知かどうかわからないんですが、このモンスターアイっていうも、謎のこの目ご存知でしょうか。これ1000ライフ払うと自分の墓地の融合を、1枚手札に戻すっていう効果がありましてね。はい、まあ、ちょっと今回は、この効果を、まあ、アルティメット悪用して、相手の、ライフを先行で、まあ、ひたすら焼き切っていくというデッキを組んできたので、よかったらご覧ください。デュエルスタンバイ。ハンドいい感じですね。これはできれば増殖する G だけであってほしいというところではあるんですが、これだけ結局、まあ一応、ああ、OKOKOK、まあそれはケアできているから大丈夫。でね、あれなんだよね、奇岩二種から動けるんだけど、貫通力がないからね、やっぱね、誘発を貫通するというね、まあ、それがね、非常にね、厳しいです。はい。で、アッキちゃん出して、なんもなそうですね。オッケー、勝ちで。ちょっと展開長いけど見てくれる？はい。で、ゼンマイティ効果。あ、これちなみになんですけども、ちょっとネタバレになっちゃうんですけども、オンラインくじ最近僕発売をしましてね。オンラインくじの購入者特典というか、まあ当たりくじでクソレッキ講座っていう動画を公開しまして、限定動画でオンラインくじで当たった人しか見れないっていう、そのクソレッキ講座ではこのゼンマイというクソ最強ギミックについて、めちゃくちゃ詳しく解説しています。なので、そのオンラインくじをご購入された方だけはこのゴミムーブ、この、まあ、ゴミムーブ、いや宇宙最強ムーブ、これをね使いこなせるわけですね。ということだけちょっと一応ネタバレとして言っておきましょう。もうこれ多分発売終わってるかな。言っていいだろう。はい。で、ゼンマイネズミちゃんの効果を使ってマジシャンちゃんを特殊召喚。このなんかゼンマイっていうムーブは本当にね、何でもできるんですよね。多分結構クソレッキ製造工場の動画をね、日頃からご覧になっていただけてる方であれば、まあ本当に親の顔より見た、まあ、親顔ムーブと、言われていることはよくご存知かなと思うんですが、もう本当に何でもできるんです、マジで。はい、このギミック今から何をしたいかという話なんですけども、ゼロ式魔導粉砕機を使ってワンキルしたいんですよ。はい、まあ今日冒頭で言ってると思うんですけども、デッキ説明のところで、ゼロ式魔導粉砕機っていうのは魔法カードを、手札から捨てると相手に500番っていう効果があって、これがねターン1制限がないんですよね、永続トラップで。なので魔法カードが手札にあればありったけ、打てるんですね。で、500ライフ相手にバーンダメージ与えるので、まあ16枚の魔法カードを手札から捨てればいいんですけど、18枚ってね、魔法カード捨てるのめちゃくちゃむずいんですね。はい、まあ、ちょっとそれの回答を皆さんにお見せしましょう。ダランベルシアンの、効果を発動しまして、魔法トラップカードを、サーチすると。これファラオニックアドベントよりよっぽどサーチやすいわ、このカードの方が。永続トラップ。マジでファラオニックアドベントっていうモンスターが、まあ、最近つっても、まあ、多分1ヶ月か2ヶ月前ぐらいだけど出たんですけど、マスターデュエルにもね、
あいつマジで使いにくいわ本当に。で、魔光合セレーナちゃんの効果によって先ほど、週末の騎士で落としておいたサモンプリーストを特殊感。あで一応ねレスキューフェット一応2枚入れてるんですけど、これ1枚でもいいっすね。これスカルデッドとか別にどうせ出るから、ここ多分これサモンプリーストする前にスカルデッド出しゃいいんで、なんか別に引いちゃっても大丈夫なんで、これ2枚入れる必要ないかもしれないです。フェレットは、はい。でアポロウーサーバックターン、まあ、ウーサーはリンクのマーカーが優秀っていうだけなんですけどね、出してる理由で、リナルド、モンスターアイマキュラまあ全員悪さしかしないモンスターなんですけども、これ効果無効になってまして、まあ、効果今から有効にしますでジーランティス、効果発動を、これ一旦その全てのモンスターを除外してもう一回出し直すっていう効果なんですけど、これ全部効果有効になるんで、無効にして出したモンスターももう一回出し直せば結局同じモンスターではないから、まあ無効にはなっていないという、まあそういうインチキ風のあれね、言い訳ね、マキラで、ね、選ったしてもらってきてくれてよかったこれマジで。ああまあどうせ一回発動できれば勝てるみたいなトラップカードが結構あるから、マキラは本当に良かった、でこれで回収ね、粘土増幅装置で、まあ粘土増幅装置があるということは、まあ何でもできるってことなんですけども、まあとりあえずちょっと一回魔法使い族にしまして、エリアちゃん出しまして、でマキラの効果によってフィールドから墓地を借りたので、このターン僕は手札からトラップカードを1回だけ打てるようになりました。1回だけなんですけどね、はい。でリナルド、はい、でセレーネ爆誕させて、でもう1回セレーネの効果使います。あちなみにこれセレーネ2回使いますね基本的に、はい。クソレッキ、ご用達のセレーネを2回使ってサモンプレスを2回出すっていうクソムーブねで、ラサの追い風を捨てながら、プレイズボーン、特殊感、特殊感成功時効か、融合サーチ、はい。でですね、2体でリプロドクスを出しましょう。あとわかりますね、リプロドクスのリンク先にいるモンスターは、そう、種族が変更ヒルで、まあもちろん種族は粘土増幅なんでサイキック族にしまして、でサイキック族モンスターに装備できる最強のトラ、装備カード粘土属装置、これで、ライフコストがなくなります。でモンスターアイが何するかを、お伝えしましょう。まずゼロ式魔導粉砕機の効果によって融合を捨てながら500万で、モンスターアイの効果、1000ライフ払って融合を手札に回収できるんですけども、これがライフを払っていい、魔導粉砕機の効果、ぶん投げて500万回収これですこれがしたかったわけ500万回収わかりますわかりますか、融合を放り投げてゴミ箱にダストシュートして、でこの謎の目でおい最後まで見てけよ俺の先行ワンキル。いや先行だったら強かった先行だったらこの反動めちゃくちゃ強かったんだけどな。想像の代行者ビーナス、やばいやば、最強モンスター来ちゃった劇的最強モンスター来てもうたなこれ、おい。想像の代行者ビーナスちゃんの効果によって弾が3体も製造できるぜ。弾を3つも製造していくスタイルやばすぎ、いややばすんげ。これ何でっけこれ、代行者結構、代行者もね、何やれることが非常に多いので、まあ、めちゃくちゃ強いデッキではあるんですけども、スプリンド、よからぬこと考えてる人間じゃんじゃないのこれ。こっからスプライト、スプリンドラ、うわ、ゲールドクラじゃん。やばやばい、ゴミデッキだ、多分これ。ゴミデッキのムーブだ。これゴミムーブじゃん。絶対。そうでしょ、普通にこれ、想像の代行者、ピーナッツくん。ゲールドクラのさ、何をリクルートしてくる手段だとしてだけ入ってるやつなんじゃないの、バトスバスター。絶対そうじゃん、絶対そうだろこれやばいこと起きてるこれ今、はっはー粘土増幅装置ですか、なるほど、ゴミムーブが爆発してそうですねこれ、やばいっすね。
これ第2の親顔ムーブ来たか。これ第1の親顔ムーブがクソレキ製造工場では悲願ムーブと言われているが、最近はこのゲールドグラムーブも割と親顔ムーブに入ってきてるんじゃないかと言われてるぞ。さあサイキック族に変更されて粘土増幅装置が装備された。これによってゲールドグラはもうライフポイントを払うことはなくなる。自分のエクストラキから無限にモンスターを墓地に送ることができます。何アークでくれやら、やばすぎる。なんだこの最強デッキ。大姫のみかんこ、わからん。まあ、とりあえずここから、無限サーチ時刻が多分始まると思うんですけども、なんかデッキ引き切ろうとしてる。これなんか引きすぎなんだけど、マジでこれあれですか、エクゾディアかなんか揃えようとしてますわからんけど、なんかこれどういうこと。高等儀式術とかなんか儀式モンスターとかなんか死ぬほどサーチしておりましたけども、一体全体はどういうことなんでしょうか。深淵に潜むもの、どういうこと。エアートルペイド、何それ、何それ何それ何それ、何どういうこと、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 どういうこと。自分のフィールドの水属性モンスター、エクシスモンスターの素材を1個取り除いて自分の手札の数をかけてようやくダメージを与える。手札20枚あったってこと。